杉浦、八神氏、八神氏ですか。なんだ、何があった。気を失ってるぞこいつ。マスクの男たちが押し入ってきたんです。マスクの男たち、ハンピン・リューマンとは別のやつってことか。よく分かりませんでした。杉浦氏は何かバットのようなもので殴られて、僕は小指を折られた。おい大丈夫か。今救急車を呼ぶ。奴らから八神氏に渡すように言われました。最後の警告だ、もう嗅ぎ回るなと。ずっと見られてたのか。くそ、狙うなら俺を狙えよ。多分さっきのハンピン・リューマンたちはおとりだ。俺らをこの事務所から引き離すためのな。まんまと引っかかっちまって。このビルの出入りをチェックしてる防犯カメラだ。見てみな、俺とカイドウが映る。さっきハンピン・リューマンを追いかけてく時だ。問題はその後。7人いる。白面の仮面とは違うな。ハンピン・リューマンじゃない。ああ、こいつらは白面をおとりにして俺らをおびき出した。ってことはこれがハンピン・リューマンの匿名の雇い主だよ。巫女柴弘を殺したのもこいつらのはずだ。そして江原の一味。マジか。ただこんなにたくさんの人間が殺しに関われるもんか。ん？どういう意味だ。仲間が多ければその分秘密も漏れやすくなる。一人裏切れば芋づる式で警察に捕まんだ。よほど信頼関係がなきゃみんなで人殺しなんてできないよ。こいつらはどういうつながりを持ってんだ。江原の同僚警官ってことは、息子を亡くした江原に同情して手を貸してるとか。俺ならやらないね。同情は済んだろうが、自分の人生棒に振ってまで殺しの共犯者にはなれねえよ。まあそっか。だったら食わなよ。偉人町にこういう組織の心当たりは。うん、そんなにうまいのその電子タバコ。危険な奴らってことでまず思い浮かぶのはハンピン・リューマンだ。だがそれと別口となるとな。この辺には清流会ってヤクザもいるが、連中はもっと理性的だしよ。もう一つ、コミジュルって韓国系の組織ならこんな映像残しはしない。奴らは異様にシャイだからな。パッとしねえな。便利屋が肝心な時にどうした。じゃあお前、カムロ町で事件起きたら全部一目で犯人わかんのかよ。この映像がやっとつかめた連中の尻尾だ。つくもと杉浦の借りも返さねえと。絶対に見つけ出してやる。こいつらを見つけ出す。おい何言ってんだ。ん？いいか、やつらお前さんたちも潰す気だったんだ。さっきハンピン・リューマンから脱出できたのは奇跡みてえなもんだぞ。これ以上首突っ込んだら怪我じゃ済まねえ。カモロ町で事件の時は大体そうだ。偉人町ってのはそんなに治安がいいのかよ。じゃあ別の言い方にする。この町じゃ命張れるほど便利屋の相場は高くない。もともとあんたに仕事頼んだ覚えはないよ。ああ、少なくとも今は頼まれてもごめんだ。状況が見えなさすぎる。お前らもマジでやめとけ。しばらく酒の誘いも結構だカイド。邪魔したな。
つくも君と杉浦君にはお見舞い申し上げといてくれ。猿者おはずだ。